マイライフ用選手作戦にあたってパワーフェスで金徳まずね遺伝してる選手を作って、その後通常サクセスで本番の作成になります。今回パワーフェスで遺伝させるのはドクター K と暴れ玉になります。ダンジョン高校上の方から練習場、これは滝本のコンボかな。まずはこのね滝本と須藤のコンボ、これで暴れ玉をもらいますと。加藤さんと東くんのコンボになります。ゲットできる、金徳ですね。それがドクター K ということで、まずドクター K を取って、次に暴れ玉を取ります。これで遺伝選手は完璧。打ちました初球打ち、アズマボールを掴んだ、アウト、パワフェスチャレンジャー、アンレンジャーズ打った、切り裂き、来た、これ大好き、これでスリーアウト、はい、この回終わり、パワフェスチャレンジャーズ、ボールセット、ゲットレディー、あー衝撃に見せよう、なんてこと、ギャラメロ一回も投げず終わった。そんなラスボスある、じらしすぎやろ。はい、遺伝選手星508でドクター K と暴れ玉のみを遺伝した選手作りました。これを通常サクセスで遺伝させていきます。パワフル高校で一番最初のルートですね、はい、阪神の新守護神ですね、ケラー君をマイライフでやっていこうと思います。アルファベットの K、 そしてラーということでケラー君、欲しい金徳がドクター K ということでね、はい、その K をねもじりました。でもちろんね、ネタにはしてるんですけども、阪神ファンっていうこともあるし、応援がねすごくしてるんで復活願望があります。元々の能力こんな感じです。暴れ玉とドクター K、取ったと思うんですが、それが脱三振と荒れ玉のね上になりますね。あと彼女のところで、伸びの上の街道、これを取ろうと思っております。金徳は合計3つ取りつつ、このパワーカーブ、これをベースとした折り辺を取得。今回遺伝選手は、まあ、何か取れたらいいなっていうことで、あと、まあ、ここで街道がもし狙えたらなっていうので街道が入ってて、さっき作ったね暴れ玉と、ドクター K、 あとはまあこうやっていくつかあるんですけども、ケラーさんにね似合った金徳が入れば取るという、そんな感じで、作成していこうと思います。で今回はこの折り辺のすすめ、こちら持っていきましょう。俺の名前はケラー、みんなよろしくな。これでルートが変わるんですけど、河川敷に行くと、これで守くんの出てくる永遠のライバル編、こちらで作っていきましょう。二軍監督平田監督かな、心が弱いと、メンタルが弱いということで、打たれ強さの赤徳の金徳、それをねガラスのハートっていうんですけども、マイライフでは打たれ強さの特殊能力を上げられないように、はい、そこをね固定して縛っていこうかなと。折り辺ですね、折り辺は守くんのイベントになるんで、カイザーライジングのイベントかな、チュンチュンからの、お、来た、本赤ちゃん。本赤ちゃんをひたすら評価上げていきましょう、ここから。彼女は本赤ちゃんで、街道、金徳狙います。ルートがね、一応あるんで。勝負、来た。一打席勝負だ。OK! ナイス勝利。いいですね。チームメイトの評価が上がる、これ買っときますか。確
ここで決めるっす。ここで決めるっす。入るんかい。ホブボール使ってんな。あぶねえ。お、ほんわかちゃん、早い。で、デートができるようになる。早い。だ。ほんわかちゃん、ありがとう。え、こんな早いんか。えらいな。ほんわかやるな。やりよるぞ、この子。挑戦を受ける。これ、足し算、引き算、掛け算、割り算の、あれだよね。いくっすよ。間違えんな。動画化されるからな。え？はてなが2つはダメだ。え？はてな2つはダメだ。終了。俺も好きだ。やったー、彼女になったー。いや、もうこれはもうどこ行くかはもう決まってるでしょ。もうプールよ。プールよ。ウェイ、水着、水着。なぜちょろいぜ。あー、大西。カイドウのコツもらった。これでクリスマスで。これがなんだろう、カイザーライジングのイベントが欲しいんだよね。よし、オッケバシーン。KKB カーブという名前で、作りました。この KKB っていう意味は、ケラケラボールカーブと言います。通称ケラケラボールカーブ。パワーカーブをイメージで変化量を上げて、で、まあ重さはね、一番ね、軽くしたかったんですけど、残念ながら、これ以上いじれないと。で、タイプがエクスカリバー。で、まあ試し投げ、してみるんですけど、読んでもめちゃめちゃ曲がるな。読んでも外まで行っちゃうね。ウィキペディアに脱三振マシンって書いてあった。脱三振マシンって書いてあったのがもうね、かっこよくて。もうこれドクター K やって。よし、これで新入生。あ、暴れくんびっくりしてる。来た来た来た。頼む、暴れくん。金徳を持ってきてくれ。来たー、暴れ玉ー。いやー、いいね。びっくりしてるね。持ってこい。ドクター系持ってこい。そうすれば君はもう用済みや。来たー、ドクター系。かっきー。危なかった。
いやガチで危なかったわ。第2球投げました。もらったさよなら。いやカイザーライジングが軽すぎる。危なかった。投球はこれから3球目。うい、ナイス。気迫を見せましたが、ここは一回戦突破になりました。厳しい球でした。一球一球。オッケー。空振り三振。ナイス。見事なピッチングです。パズル決勝進出です。第二球投げました。打ちました。ショートの右。ゲッツーコース。オッケー。ナイス。アウト。ゲームセット。パズル優勝。無事に優勝しました。ありがとうございます。これであとは能力アップですね。球団は、まあ、今回はね、阪神ということでね、はい、ケラー君、お願いします。ドキ、ドキ、ドキドキドキ、ドキ、ドキ、ドキドキドキ、呼ばれんかい。まあ、ちなみにですけど、まあ、ケラー君ね、2015年ドラフト15巡目、全体の536位でマイアミ・マーリンズに入団しております。いやーこれはなかなかの鬼よ。カイルだったらもう KK じゃん。まあケラーこんな感じでどう？ケエラー。はい、各種設定しきました。名前がアルファベットの K、 そしてラー。ケラー君、アメリカ出身の海外、背番号は42、生年月日も合わせてあります。ただプロ11年目、こちらマイライフだと確か反映しないですよね。あと髪型を変えて色も変えました。原型はしっかりとあります。ということでいかがだったでしょうか。星は359で適性が中継ぎと抑えができると。でオリジナル変化球 KKB カーブ、通称ケラケラボールカーブですね。こちら6で、スライダーが3。特殊能力金徳で怪盗ドクター K 暴れ玉と3つつけた代わりに赤徳かなり増やしました。この選手でマイライフ動画投稿していきます。これにてマイライフ用の選手作成はおしまい。次回からマイライフやっていきますので、ご視聴よろしくお願いいたします。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということでバイバッチ。